はい、はい、というわけで次は私、浩平でございます。いや、自分はですね、大体いつもは取られる側じゃなくて取る側なので、喋る側のやつに慣れてないんですけど、書いていきたいと思います。で、みんなにはね、第一印象みたいな話をするんですけど、俺の第一印象は人それぞれなんだけど、レイちゃんとかはなんか、大きいな、こいつ設定ダンスってなんか、うまくねえんだろうな、ちょっと頑張ったんだろうな、みたいな感じになったりしたら、まあ喋ったら、みたいな人もね。最初は、結構舐めてたところがあったかもしれないですよ。でも、だんだん、ちょっと暗い目がいいところは、MD がすごいファンなんですよ、MD ファンなんですよ。動画、トレーラーとか結構 MD 伝わってたんですよ。皆さん、5代目の皆さん、MD をおめでとうございます。まあ僕らが一番長く関わった先輩ということなんで、まあ今回俺らからの子供として、まあ僕が撮影したり編集したり、まあアイデア考えたり、確かみんなにすごい助けられた部分もあるんですけど、結構自分のなんだろうやりたいことをちょっと詰めて始めてます。でですね、なんだろうな、まあ引退の時もすごい泣いたんですよ。卒業と引退は結構違って、まあ引退って言ってもまあ先輩は大学にいるわけで、まあ、もう会えるって思ってたんですけど、まあ卒業っていうのは本当に会えなくなる人は会えなくなるし、すごい寂しいです。先輩たちも寂しいと思ってくれれば、最初、自分が1年、2年の頃は、先輩たちの夏休みたちの学生さんたちみんな卒業の時にすげえ泣いたりしてて、まあ、正直その頃はまだ俺は泣けるほどハイプに使ってなかったっていう、まあ、おそらく俺は多分30日は泣けます。で、まあなんだろう、ここまで、まあでも多分泣くと思うんですけど、僕がたとえ泣いたとしてもそれはそれだけ先輩のことを思ってるっていうことなんで、まあその時は何も言わずに慰めてやってください。ほんで自分もそういう風に泣いてくれる後輩がいつかできるように、まあ、その先輩方のみたいになれたらいいなと今思ってます。4年生本当に今までお世話でした。まあ地方に飛んでしまう人も、まあ、この辺にいる人もいるとは思うんですけど、僕はあと1年か2年か分かんないんですけどまあおそらくまだ学校にはいるし、まあ、ダンスも続けてると思うんで、まあ、皆さんがダンスを続けていく限り、いつか会える時が来ると思うので、その時を楽しみにしております。今まで本当にお疲れ様でした。元気でね。はい。では
あれだ、4年生と俺で飲み行ったみんなお金足んなくて杉谷先生いつ、え、最近、最近、なるほど。どんなメンツだったんですか、それは。え、ほとんど行った、っていうか全員行ったそれなんで匠もいたの。え、なんか俺らが引退するときになんか夢を叶えてやるみたいな演技さんが。おう、じゃあそれで俺がじゃあ全員と飲み行きたいっつって、なんか俺だけ夢を叶えてくれた。へえー、俺の夢叶ってないあ、ピンさんのやつでしょなんかめっちゃエキスさんに怒られてるイメージしかない怒るよね、なんかうちで、家でめっちゃ語った記憶ある。何回もだってエキスさん、たくみんちでね、なんか俺が引っ越したとかによくしてた今となっては、今となっては誰も来ない誰も来ないもういい思い出って言うべきだと思う俺さ誰も来ないマジでそんな感じですよ、年生は。まあ、なんか全員と絡んでたんですよ、ね、第一印象、え、第一印象はね、4年生と一番、あ、4年生って一番最初に会ったのはちぐささんで、違う、会ったんですか、大輔さんで、なんかとりあえずイケメンだなみたいな感じで一回行ってちぐささんに会って全然喋ってくんなくて、何これみたいな何これ、もう人見知りだったから髪穴がぶつかる。ちぐささんともちょいちょいなんか富士急とか行ったりで、トブロ行ったりとか、結局は仲良くなりましたという感じで。あと誰、なんかゆうへいさんが好きいじられてた時があるし、しょっぱなから、それかな。なるほど。あとエキサーからみたいです。2年生の皆さん卒業おめでとうございます。4年生とは一番長く付き合ってきて、まあ、一番良い思い出もあり悪い思い出もありと濃い3年間でした。社会人になってもそうですね、まあ、ちょいちょい遊びに来てくれればハマってあげるんで来てくださいおめでとうございます。棒読みじゃん、めっちゃ毎日が楽しかった。一言じゃ表せないぐらい楽しかった。トピックとかない行事、この行事がやばかったみたいな。この行事が、じゃあ本当に一つ一つの行事が本当につけれなかったです。ランクは俺の中でランクなんてありません。4年生の第一印象みたいな、第一印象で、第一印象、初めて会った時どう思ったんだよ。楽しい人だな、なんか明るく気さくで話してくれる先輩だと思ってました。あ、はい。ピート最近太った。太りました、本当に太りました。まあこれも先輩たちのおかげかな。ありがとうございます。これからもいろいろ先輩たちも社会人とも元気になって元気に過ごしてください。おめでとうございます。4年生との思い出は
思い出。具体的な、じゃあリツイートの誰々さんこれ超ヤバかったみたいな、めっちゃ面白かった。それはもう初めて平吉が脱いだ時やめてハハ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 ハ魅力のヒューマン埋めてくるラン当たり前の生活でありがたみが増する。神がかりな優しさもありがたみ。その前のコメントはもう OK です。それは十分承知してくれる姿ありきの今、空の上からあの人も応援。時に肌で感じる瞬間、あれこれも欲しいけど今の自分で十分だと思えること。プライスレス周りはでかい4年生見ててくれ。卒業おめでとうございます。これからも大切な人がいる限り、4年生の方は、終わらない。1年生の時からずっと、お世話になりっぱなしでですね、部長が、俺の部長が決まった時にも何もできない。来られ情景も積もった愛で貴重な体験。昨日というか白黒黄色色魅力のヒューマン埋めてくくらん。なんとか1年乗り切ることが、乗り切るというか、ね、うまくやったんじゃないかなと自分の中では思います。それも含めて、初め先輩後輩みんなのおかげだと思ってます。今年生から学んだことを生かして、俺らはもう残り、俺らもまあ1年ぐらいしかないけど、心からありがとう。まだまだ行きたいと思います。また必ずダンスルームとかね、いろいろハイプに遊びに来てください。待ってます。以上、ゆうすけでした。また会える日を楽しみにしてます。